ス YouTuber 平本です。いやどうですか、どうですか、この天気陽気、皆さんの地域でもね、ゴールデンウィーク始まったでしょうか。いや素晴らしいですね。ね、ちょっと前までは桜の季節だったんですけど、見てくださいこれ、富士に山吹でございますよね。皆さんも楽しくオカリナライフとともにね、このいい天気、まあ一番どうでしょう、いい季節ですかねなんてことでやっていきたいと思いますんで、今日はね庭からお届けしますんでよろしくお願いします。今日はね、心音に合わせろね、心音に合わせろ、こちらについてやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。またね、先日のですねカンターレのベースでの買い方、非常に分かりやすかったですということでね、たくさん買っていただきましてありがとうございました。またね、ゴールデンウィーク期間中ということもありまして、先ほどまで、埼玉県のお客様と茨城県のお客様が、ご来店いただきましてありがとうございました。なんかね、いいプレミアムの F 感があったよなんてことでね、お買い求めいただいたようで本当にありがとうございます。自宅に来ていただいても OK ですし、アトリエでも OK、 もちろんベースは僕がやってますからよろしくお願いします。そこでね、買っていただいた、すぐ買っていただいた方からメールが来てました。カンターレはどうやって購入するの動画を見てすぐ 4C を申し込んだところもう届きましたということでありがとうございますね。吹いてみました。しっかりとした確かな音がします。10年使った前のものとは私同様年を取ったのかなと、時々かすれるような音でしたので若返りましたということで、いいじゃないですかね、オカリナの音色とともに若返ると。もうこちらの方あれでしょ、 G マーチ連合ですよね確かね。お世話になっております。またねどこかでお会いしたいなと思ってますね。ありがとうございます。実は先ほどね、釜出しそして釜入れしたので、なんかいいのがありましたら、蔵出しということでベースに上げときますので、ぜひご覧ください。はい、今日はねオカリナを演奏するときは心音に合わせろということについてやっていきたいと思います。でこれもですね、こちら LINE いただいたんですけども、はい、同じ曲でもテンポを変えて演奏すると違った雰囲気で聞こえるのはなぜでしょうか、よろしくお願いしますということでやっていきたいと思います。いわゆるですねテンポが速い曲っていうのは、まあ高揚感があって、あるいはどうでしょうね、アニーローリーとかアメージングレースのようなテンポ感がゆっくりな曲は、まあ、気分が落ち着くっていうのは多分こう皆さん分かると思うんですけども、同じ曲でもテンポを遅くしたり速くしたりして、なんでこんなに印象が違うのかということなんですよ。さあこちらについて説明していきたいと思います。それはいわゆるですねテンポと我々の心音、いわゆる心臓の鼓動の連動が起きるんですね。これは音楽的な解釈ではなくて、どちらかというと心理学というか、そういった解釈になるんですけど、ですからこう激しい曲を聴くと鼓動が上がるからテンションが上がる、そしてアニーローリーのようなゆったりとした曲を聴きますと心音がゆっくりになるわけです。そうすると穏やかな気持ちになるということになる。これは同じ曲でも同じ現象が起きます。例えばハウルの動きをやってますね、ゆっくり吹いてみますね、はい、いかがですか。ゆっくり吹くとそんなにこうなんだろう、高揚感がある感じはしないじゃないですか。じゃあ少し早く吹いてみますね、はい、聞こえ方だいぶ違ったと思うんですよね。これが同じ曲でもテンポを遅くしたバージョンと速くしたバージョン違いますよね。ですからやはり速くテンポを速くすると同じ曲でも高揚感があるように聞こえるし、テンポを遅くしますとゆったりとした曲になる。でそこで一番重要になってくるのが、いわゆる我々の心臓の鼓動とテンポ感を合わせてあげるんですね。ですからテンポをゆっくり吹くっていうだけではなくて、もちろん心臓のね鼓動を操作できるってなかなかないと思うんですよ。僕もできませんけど、なんとなくそれに合わせてあげるんですよ。例えばゆっくり吹く場合は心音を少しこうゆっくり、
で今僕ちょっと新音と合わせたつもり、うん、なので次ちょっと早めに吹いてみますね。テンポ上げもう一回上げますから、その時は新音を少し自分も上げてあげるんですよ。でやってあげると同じ曲でも色合いが違う。ですから今度皆さんが吹く場合にそれこそアニーローリーを吹く時なんかは心拍数上げてったらおかしい演奏になっちゃうので、できる限り心臓をゆったりと鼓動させながら連動させる、例えば速い曲で情熱大陸とかを吹く演奏する場合はもう心音の心拍数を上げて連動させて吹くんですよ。そうすることによってお客様が、あ、これねインパクトがある曲なんだなと思っていただいたり、あるいは、ね、あの心拍数を下げて、ね、連動させて演奏することによって、あ、素敵なアニーローリーだなっていう感じになりますので、ぜひぜひそういうね、心臓のね鼓動とテンポ感と音色を合わせる、こういった演奏をぜひやってみてください。